エーサー。エーサーは、沖縄県と鹿児島県奄美群島で、黄金の時期に踊られる伝統芸能。この時期に現世に戻ってくる祖先の霊を送迎するため、若者たちが歌と林に合わせ、踊りながら地区の道を練り歩く。また、かつては修儀を集めて、集落や制限界の活動資金とする機能も重視され、その金でため池を設けた霊もある。 地域によっては、八重さー、エンサー、七月前、七具は、地毛衣、念仏まわり、に、無事周りとも呼ばれる。踊りを通して、他との関係が縁となって正規することで、五穀豊城、大量追福、商売繁盛、家内安全、無病息災、安寧長寿、夫婦縁満、子孫繁栄、祖先崇拝や、娼福祈願、除け祈念や、 春にまつわることなど多岐にわたり、つながりを追うとしながら踊っている。近年では太鼓を持つスタイルが多くなり、踊り、自体を鑑賞するために、沖縄全島エイサー祭りをはじめとする、各地域のエイサーを集めたイベント等も開催され、重要な観光イベントとなっている。東北出身の大中商人が1603年から3年間、首里に滞在して、 浄土宗を布教したのを契機に、沖縄では、王家や貴族の間を中心として念仏が広まった。18世紀中頃には、卓発のオーディホーシュレイ1839792119、アットや芸事を行う、念仏にゃー、念仏や忍仏茶をお盆に招いて、先祖の供養を行う風習が、首里の屋敷町などで存在していたという。当時は、現代のエーサー形式が異なり、 門付け歌と念仏家だけで踊っていた。明治以降になると、念仏の英称を村の和高度が代行する形で庶民の間にエーサーが普及していった。沖縄本島中北部から県内全域へ伝播して大衆化する中で民謡などを取り込む例も増えた。与那国等で始まったのは80年ほど前と言われている。なお、戦前は太鼓を使う例は少なく、 浴衣などの普段着姿で手拭いを頭に巻くというスタイルが主流であった。念仏にゃーの存在は大正の終わり頃にはほぼ消滅している。戦後、エーサーは沖縄市など本島中部を中心に大きくスタイルを変えた。旧小座市、現在の沖縄市主催で1956年に全島エーサーコンクールを開催。この沖縄随一のエーサーイベントは 後のエーサーの発展に多大なる影響を与えた。当初コンクール、順位を競う、であったため、審査員や観客に見せるという部分に重きが置かれ、出場する青年会は構成や体型、衣装、パフォーマンスなどをより派手なスタイルに変化させていくことになる。これらのエーサー文化と共に歩んできた沖縄市は2007年6月13日にエーサーのま宣言をし、 地域の活性化に取り組んでいる。一方で、名護市北の本島北部では、手踊りの伝統エーサーも続けられている。また、沖縄本島中部のるま市の伝統エーサーも歴史は、古く、やけな青年会、平敷屋青年会、赤屋青年会などは100年余りの伝統がある。やけなエーサーの起源は、明治24年、1890年旧歴7月とされ、 1991年には生誕100年祭が行われた。また、赤谷青年会が初めて本土にエーサーを紹介したとされており、全国的には1990年代以降に沖縄県出身者が中心となって多くのエーサー団体が設立された。また、県出身者以外の愛好者の加入や独自団体の設立も増えていると言われる。国外で踊られた例として、 アメリカ合衆国やフランスなどがある。エーサーの由来は、浄土集計念仏下に挟まれる林の一つ、エーサー、エーサー、ヒアルガエーサーから来ているとされる。また、エーサーは、旧暦の盆の送り、ウークイの夜に行われる。近年は、盆の迎え、運慶から、数夜連続で行われることが多い。旗頭を先頭とした一団は、 地域の格好を回り、それぞれの家の祖先の霊が無事に、後生、具装、あの世の家に戻れることを祈願することを述べ、エーサーを踊る。踊りが一段落すると一段は酒や金を受け取って、次の家へ向かい、祈願と踊りを繰り返す。このようにして、家々を回り歩くことを道順へと呼ぶ。エーサーは、町内会単位で結成されることが多いが、その教会では、 複数のエーサーが勝ち合うことがある。この時には、双方が一層性を高くし、踊りに熱を入れる。これをエーサーオーラ性またはエーサーガーエーと呼ぶ。エーサーは、地域の集落単位で若者を中心として、一段、青年会を結成して行われる。対抗エーサーは現在では、全県的に盛んであるが、特に沖縄市や活蓮半島など、 中上軍のものが有名である。伝統的なスタイルに比べて、マスゲーム的な要素が強いため、人数が多い方が見栄えがすることが多い。一つの集団が数十人から時には100人を超えることもある。エーサーの際に演奏される曲は地域ごとに、ばらつきが見られるが、踊りやすさ、地域性などの点から、多くの地域で用いられる曲が存在する。 かつては家の世帯主や妻を褒めたたえる紋付き歌や、エーサー、エーサー、ヒアルガエーサーという林を挟んで八十六町の歌詞が続く念仏歌が主流だったが、現在では念仏歌を全く歌わない地域もある。一般的に用いられる主な曲目には、歌詞のようなものがある。恋愛を題材にしたものや、笑い話などの歌詞が多い。なお、年には、 公務局の検閲により、戦時下にふさわしくないと判断されたものが禁止された。さらに、戦後も道徳観の変化により、歌詞を変えた例が見られた。この中で、当選、同意は、クライマックスに用いられることが多い特にポピュラーな曲目である。また、最近では、ザブームの島唄や日の出勝のミルクムナリ、風の欠人、美銀の島人ぬ宝や、 リンケンバンドの曲など、新しい曲に、独自の踊りをつけた創作的なエーサーも、多く踊られている。その詳細は創作エーサーのページを参照。太鼓エーサーの主体は、太鼓と踊りである。自由体の演奏に合わせて太鼓を叩いていく際に、特にしめ太鼓とバーランクーは体をひねる、しゃがむ、飛ぶ、回転するといったアクションを見せる。数十人の太鼓踊りの統一感。 一斉の躍動といった優層さが、エーサーの大きな魅力の一つとなっている。手踊りは後方にあるのが一般的である。一方、手踊りエーサーは、琉球舞踊を基礎とした優美でたおやかな動きを特徴とする。参戦が伴奏する場合は歌に合わせて、踊りの輪が回転の向きを変え、全体的にややテンポが速い。太鼓伴奏の場合は、緩いテンポと速いテンポの曲を交互に歌い、 踊る。その田青年会、山里青年会、久保田青年会、住吉青年会、南桃原青年会、加量館青年会、大里青年会、上田青年会、室川青年会、山内青年会、東青年会、松本青年会、日屋根青年会、池原青年会、合わせ第三青年会、照屋青年会、上川青年会、千葉穴青年会、 小屋青年会、諸見里青年会、小白井青年会、高原青年会、中野町青年会、三里青年会、平敷屋東青年会、平敷屋西青年会、焼けな青年会、与那ぐすく青年会、西原青年会、変な青年会、野辺青年会、平安座青年会、玉青年会、赤屋青年会、旭区青年会、串川青年会、天根願い青年会、 S 青年会、城北青年会、緑町青年会、昆布青年会。北中城村、島袋青年会、八木原青年会、中順青年会、千舎場青年会、和人屋青年会、安谷屋青年会、石平青年会、小木青年会、大城青年会、厚田青年会。本来、エーサーは、盆の送りの時期のみに踊られるものであるが、 各地域の踊りを一度に楽しもうと、これらを集めたイベントがいくつか開催されている。主なイベントには、下記のものがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。